宮崎綾音で今季が初開催になるワールドカップの競技に参加。競技の前日、日本のコーチングスタッフのメンバーが武漢肺炎ウイルスの検査で陽性を示したため、日本人選手は事前練習から除外され、ジャンプは暫定順位となった。しかし選手は検査の結果陰性であったため、最終的に軍ダー戦方式の競技のみに参加することを許可された。 ワールドカップには2020年12月に初出場し、17位に終わった。数週間のウィンターブレイクの後、アイゼン・イルツで2021年1月から24日に開催された今シーズン最初のコンチネンタルカップに出場。宮崎は初日3位で7回目の表彰台を獲得し、2日目は7位に終わった。数週間後、宮崎は再びラハティで開催された。 ノルディックスキージュニア世界選手権に出場し、個人で5位に終わった。また、西方優と、笠井優奈、木村美幸大とともに混合チーム5位。2021年にオーベルストドルフで開催されたノルディックスキー世界選手権では、ジャンプで首位からの76秒遅れの2位の位置で、クロスカントリースキーに入る。 しかしクロスカントリースキーでは順位を維持することができず、史上初開催であったノルディック複合女子競技を10位で終えた。アヤネ・みやメイクスヒストリーインラハティ、fis-ski.com、23ジャニュアリー2019、2019年3月25日、閲覧、第2次コンバインド遠征、12、4日程等変更、イン。 ski-japan.org.jp 4ディセンバー2020オブジェルフェンエーム18ディセンバー2020ありがとうございます